アゴスティーノ・ディ・バルトロメはイタリア・ローマ出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー、ディフェンダー。ボールスキルに優れたプレイメーカーでエース・ローマで最も偉大な選手の一人でイタリア代表でプレーすることがなかったものの最高の選手の一人とされている。ローマの郊外で生まれたバルトロメはカルバテラでサッカーを始め14歳の時に A.S. ローマのユースチームに加入した。その後、すぐにトップチームでプレーすることを求められ、1972から73シーズンにセリエ A デビューを果たした。1975年、骨を鍛え上げるとして、セリエ B のビチェンツァカルチョにレンタル移籍した。ブルーのコンティも同じ理由でジェノア CFC にレンタル移籍した。1976年に、 ローマに戻ると、ローマに不可欠な選手となった。ニルスリード・ホルムが監督に復帰すると、無敗のチームのキャプテンとして、タイトルの獲得に貢献し、サポーターのお気に入りの選手となった。バルトロメイがプレイするとき、サポーターが、お、アガスティーの、アゴあご、あご、アガスティーのゴール、と歌っているのがよく聞かれた。バルトロメイはゴールを上げる高い能力を持っていたが、 当時のローマにはバルトロメイとファルカンの二人のプレーメーカーがいたためリードホルム監督はバルトロメイをディフェンダーの前のポジションに置きファルカンにより攻撃的な役割を担わせたバルトロメイはローマ在籍中にコッパイタリアを3度優勝し1982から83シーズンには記憶に残るスクデット獲得を成し遂げた1983から84シーズンは UEFA チャンピオンズカップで決勝に進出したが、リバプールに PK 戦の末に敗れた。ローマを退団し、二度のセレビー降格を経験し、再建の過程にあった AC ミランに加入した。3シーズン在籍した後に AC ミランを去り、AC チェゼーナ、US サレルニターナ1919 19でプレーした後、1990年に現役引退した。うつ病に苦しみ、 リバプールに敗れた1984年5月30日から10年後の1994年5月30日にカステラバーテの別荘で自殺した。2012年に AAS ローマ殿堂の11名に選ばれた。ありがとうございます。